こんにちは、動画ファンの成田です。今回は Google 検索を使って画像検索をする方法についてご紹介いたします。インターネットでの調べ物といえばもう Google が一般的ではないでしょうか。インターネットの検索のことをググるなんていうぐらい、 Google はもうインターネット検索の代名詞とも言えるんですけれども、通常その Google を使って何か調べ物をしたり検索をするときには、その調べたいもののキーワードとなる単語を入力して検索することがほとんどだと思います。しかし中にはその対象となる調べたいものの名称とか名前とかキーワードとなる単語がよくわからない、だけれどもその画像はある、写真はある、写真はあるんだけれども名前がわからないというものもあるのではないでしょうか。実はその Google 検索、画像で検索することもできるようになっております。そこで今回はその Google 検索で画像検索をする方法についてご紹介をしてまいります。では実際に Google で検索をしてまいりましょう。インターネットブラウザ Chrome を使ってらっしゃる方は特に Google を改めて開く必要はないかなと思います。新しいタブを開くとその Google の検索画面が開くことが多いかと思いますので、特に改めて開く必要はないかと思いますが、そうじゃない場合 Google を開いてみてください。念のためよく使うサイトだと思いますので、お気に入りとかに登録されていらっしゃる方大勢いると思いますが、解説ページにも Google のリンク貼っておきましたので、Google を開いてみてください。はい、そうするとこのように Google の検索画面が開きました。なおちょっと話それちゃうんですけれども、今私のこの Google の検索画面、このように画像が貼り付けられているんですけれども、カスタマイズしております。このカスタマイズの方法、同じく解説ページに、簡単にリンクご紹介しておりますので、カスタマイズしてみたいなという方はこちらもお試しになってみてください。ではちょっと話しそれちゃいましたけれども、元に戻りまして画像検索をしてまいりましょう。では Google 開いた状態で、それでは今回は、この写真ですね、この写真を検索していきたいと思います。かなり前に飼っていたペットくんなんですけれども、この写真を検索していきます。それではこの Google の検索画面開いた状態で、右上に画像というふうに書いてあります。ここですね、ここリンクになっておりますので、ここをクリックします。画像をクリックします。はい、そうすると Google 画像検索となりました。あんまりこう見た目大きくは変わってないんですけれども、 Google 画像検索となりまして、この検索窓のところにカメラのアイコンが表示されております。ここにカーソルを合わせると画像で検索というふうに表示が出てまいります。このカメラのマークをクリックします。そうすると画像で検索とこのような表示が出てまいります。ここで画像を検索していくわけなんですが、どっかのインターネット上にあってその画像の URL がある場合は、ここに画像の URL を貼り付けて画像で検索をいたします。そうじゃなくて今回はこの手持ちのこの画像を使っていきたいと思いますので、この画像のアップロード、こちらをクリックします。そうすると画面切り替わります。ファイルを選択とありますので、こちらをクリックしてください。はい、そうするとこのように画像の選択画面開きます。対象のフォルダーを開きまして、こちらのこの画像ですね、この画像を選択してクリックして開くをクリックします。そうするとファイルをアップロードしていますという表示が出てきまして、しばらく待つとこのような表示が出てまいりまして、検索結果表示されました。はい、この写真プレーリードッグなんですね。今では輸入禁止になってしまって非常に高価なペットになってしまってるんですけれども、私が飼ってた時かなり前
はまだそんなに高くなかったのでプレーリードッグくんを飼っていたんですが、その時のこう寝ている写真ですね、こんなよくわかんないような寝ているような写真からでもプレーリードッグであるということが検索できました。なおこの検索窓のところにも、元の画像、検索をした元の画像、このように表示がされております。なお先ほどこの画像のアップロードからファイルを選択、こちらをクリックして検索をしたんですけれども、この画面でこのようにフォルダ、対象のフォルダを並べて、じゃあ今度このウサギの写真をやってみましょう。ドラッグ&ドロップでこちらに読み込みをさせることもできます。少ししばらく待っていただきますと、このようにこことここですね、この検索窓のところと一番上のところに元の画像がこのように表示されて、検索結果が表示されました。ちなみになぜか飼いウサギというウサギに、限定されているんですけれども、ウサギさんの写真でウサギということで検索結果表示がされました。このまま続けて検索もできます。このように、ここの一番上の検索窓の、カメラのアイコン、こちらから検索することも可能となっております。なおではちょっとこちらの写真ですね、これは、京都旅行に行った時に一乗寺にありますたぬき谷不動院というお寺の、本堂の写真なんですが、こちらちょっと検索をしてみたいと思います。そういたしますと、はい、このように、中国の建築という表示が出てきてしまうんですね。こう見ていただいてもたぬき谷不動院という検索結果は表示されませんでした。ただ、このように類似の画像という表示が出てまいりますので、この類似の画像、こちらをクリックしていただくと似たような画像がバーッとこう出てきますので、こういうところから探してみていただいてもよろしいのかなと思います。ちなみにこちらは同じく、京都旅行行った時に、六角堂というお寺のへそ石、京都の中心という意味のへそ石ですねの写真なんですけれども、こちらも池という検索結果が表示されてしまって、六角堂のへそ石であるという検索結果は出てまいりませんでした。このように、固有名詞、寺院の名前であるとか、場所の名前なんかの固有名詞を検索するときにはちょっと難しいかもしれません。ただ、このように名称がわからないもの、名前のわからないものでも画像、写真などで検索をすることもできるようになっております。 Google 検索非常に便利だと思います。ぜひお試しになってみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。